今回は私がドラゴンクエストシリーズの中で一番好きなキャラ、ビアンカの特集です。ドラクエ5を何週もやり込んでいる私が選んだビアンカの好きなセリフをランキング形式で紹介していきたいと思います。第10位はドラクエ名物パフパフに対するビアンカのリアクションになります。ドラクエ5のパフパフは青年期前半、夜のラインハット城の道具屋にいるバニーガールに話した後、昼のラインハット城の裏庭に行くことで体験することができます。パフパフをされることを申し出た後のビアンカのリアクションですが、ビアンカと結婚前か後かでリアクションが変わり、パフパフをするというお誘いに対しはいを選択した後にビアンカと話すと、結婚前の場合は行くの、まあ私には止める権利はないからどうぞご自由にとかなり怒ったような口調で言われてしまいます。これに対し結婚後はパフパフなら私がいくらでもしてあげるのにとのろけとも取れるセリフに変化します。ビアンカとの結婚後は結婚前とは一転して主人公とののろけが炸裂するセリフになりますが、結婚前の嫉妬しているセリフが個人的には好きなので第10位とさせていただきます。ちなみにドラクエ5のパフパフは化粧をパフパフすることになります。パフパフの後は主人公に対し一体どんなパフパフを想像していたのと冷静な返しをするビアンカですが、じゃあなんであんなに怒っていたのか逆に聞きたくなりますね。続いて第9位はカジノ戦で女性のダンサーに話しかけた後のセリフになります。ダンスしている時は私の足に触らないでねというダンサーとの会話の後にビアンカと話すと、もしかしてあの子の足に釘付けになってると確認されるのですが、ここではいを選択するともう足ならいくらでも私の足を見ればいいでしょうとのろけセリフを聞くことができます。ダイレクトに感情を表現しているこのセリフを第9位としました。第8位はフィールドでの会話になります。フィールド上で仲間キャラクターと話す際に一通りその時点で聞けるセリフを聞いていると点点点となり、これ以上のセリフがないことを示唆されるのですが、ビアンカの場合点点点の後に会話が発生することがあります。それがこちらのセリフなんですが、てんてんてんって何も言わない時はあるけど機嫌が悪いわけじゃないから勘違いしないでねとてんてんてんの後にセリフが続きます。初めて見た時に意表をつかれ思わずクスッとしてしまいましたので好きなセリフの一つです。次に第7位はピピンを交えたセリフになります。ピピンとビアンカをパーティーに入れた状態で夜のサラボナの酒場のバニーガールに話した後に話すコマンドを実行すると、ピピンがうわーやっぱり女性はボンキュッボン最高ですねと語りかけてくるのですが、それに対してビアンカがああ言ってるわよ、うんとかすんとか答えたらどうなのと少しイラついた感じで主人公に聞いてきます。ビアンカはゼシカやマルティナみたいなナイスバディとは言えませんが、かなりスタイルがいい方だと思います。しかしビアンカ本人は気にしているみたいですね。ちなみにうんとかすんとか答えろと聞かれた場合の正解はどれなんでしょうか。うんと答えたら怒りそうですし、すんと答えたらもっと怒りそうですよね。かといって他の言葉を発しても怒ると思うので、聞かれた人には詰んだ質問だと思います。さて第6位はちょっと変わったセリフになります。砂漠のお城テルパドールの近くにあるオアシスの砂漠の祠へ夜に訪れた際に話すコマンドを使うと、寒いは温めてとかなり直接的な表現をしてきます。子供をパーティーに入れていない場合はこのセリフで終わりになるんですが、子供を連れている場合はおっと子供の前だったわねと続きのセリフが発生します。夜にしか発生しないセリフで、青年期後半はこの場所に立ち寄る必要がないので、このセリフを見た方はかなりのビアンカマニアと言えますね。5位はエンディングのセリフになります。フローラと会話した後話すコマンドを使用すると、ねえフローラじゃなくて私を選んで後悔していないかと聞いてくるセリフが発生し、何も返事しない主人公に対しなんで黙ってるのもうと嫉妬しているような態度を表します。
こういう感情をダイレクトに表現するところがビアンカのセリフのいいところだと思いますが、皆さんはどう思いますか？ちなみにフローラを結婚相手として選んだ場合は、ご存知の通りアンディと結婚することになり、幸せに暮らしている描写があるんですが、そのことについて主人公とビアンカそれぞれ別の視点で思うところがあるんでしょうね。続いて第4位は、多くのプレイヤーの心に刺さったあのセリフになります。フローラとの結婚の条件を満たしルドマンの家に向かうと、フローラが本当は主人公はビアンカが好きなのではないかと聞いてきます。それを見たルドマンが次の日までにビアンカとフローラ、リメイク版ではギャル風のデボラを交えた3人から結婚相手を決めることになります。そして結婚相手を決めるように言われた夜、眠れない主人公が気持ちの整理をするためにビアンカの元へ行くことになり、その時にビアンカからフローラと結婚した方が良いと促されるセリフを第4位にランクインしました。主人公には悩まずにフローラを選び、もう寝た方が良いというのに対し、ビアンカは眠れないのでもう少し夜風に当たっていると、本当は主人公のことが好きで自分を選んでほしいが言い出せずにいるシーンですね。このセリフは反則的で、このセリフが理由でフローラを選べずビアンカを選んだ人も多いのではないでしょうか。またビアンカと対照的にフローラはベッドで眠りについているため、余計に主人公を悩ませてきます。ドラクエ5では多くの名シーンがありますが、その中でもトップ3に入るであろう結婚に関するシーンから多くのプレイヤーを悩ませたのがこのセリフですね。ちなみに結婚相手を選ぶ際にルドマンに話しかけると、なんとこの私が好きと申すか、それはいかん、もう一度考えてみなさいとルドマンが勘違いするドラクエ5屈指の名セリフがありますが、今回はビアンカのセリフのランキングになりますので入っていません。第3位はミルドラースの決戦前に話すコマンドを使った場合に発生するセリフです。もしかしたら最後かもしれないでしょう、だから今のうちに聞いておくわねと魔王を目の前にした決意のセリフになりますが、私たちあの教会で永遠の愛を誓ったわよね、死ぬ時は一緒よ、だけど絶対に生きてグランバニアに帰りましょうねとプレイヤーの士気を上げてくれます。強敵の前で恐怖や戦いに奮い立つ感情など様々な感情を表したベタだけどいいセリフですね。ちなみに主人公にきつく当たるデボラもこのシーンでは結婚相手に選んでくれてありがとうとデボラ派にはたまらないセリフを言ってくれますよ。続いて第2位のセリフはカジノ戦でここは船蔵だ、カジノの景品やら客の荷物やらでいつもいっぱいさ、言っておくが手を出したりするなよという荒くれのセリフを聞いた後、ビアンカに話しかけると無邪気にいいな欲しいねと同意を求めてきます。ここでの選択肢をはいにするとねえと言われるのですが、このねえがテンション高めなことと無邪気な感じがたまらなく好きなのでランクインさせました。ちなみにこの時選択肢をいいえにするとあっそうと冷たくされてしまうので、ドラクエ5を再度プレイした際には絶対にはいを選択してこのセリフを堪能してください。最後に第1位はアルカパでのこのシーン、ビアンカとの結婚後にアルカパで一泊することで起こるこのシーンです。夜中にビアンカのそっちに行っていいのセリフの後の選択肢でいいえを選択することで表示されるメッセージですが、意地悪でも行っちゃおっとというセリフを見ることができます。いろんな妄想に浸ることができるこのシーンですが、初見時は本当にワクワクしたのを覚えています。 RPG の王道とも言えるドラクエですが、随所にこういうお色気シーンを入れているところもドラクエが好きな理由の一つですね。はい、ということで今回は私個人のランキングの発表になりましたが、いかがだったでしょうか。あのセリフが入ってないとかにわかかよと思われる方がいましたら、ぜひコメントにて好きなセリフを教えてください。以上、ドラケ先生ベスでした。